ックに渡る中には西矢チャンスか、牛の浜に渡る、さあシュートまでいけるか、中には2人待っている、牛の浜左足シュート放っていってゴール決まった、左足打ち抜いていきました。先制は栃木 SC、 再三の攻撃実っていきました。ただいまのシーンです。牛の浜が右足から左足に持ち替えてのニアサイドへのシュート、ディフェンダー飛び込んでいきましたが、これはゴールになります。